はーい、ともじゅんです。今回はですね、2021年秋冬に発売されるアウターに着目してですね、見ていきたいと思います。ていうか、あれですね、なんかユニクロさんのプレスリリース見てたら、なんか店舗の方で結構コロナウイルスの感染者がすごい出てきてるみたいですね。これ7月1日2日のやつなんですけど、東京の成田店とか、フレスポ府中店とか調布パルコ店で従業員の方が感染しましたということで、東京の方ちょっとこれねご注意ください。ほいでですね、今回はこちらファッションスナップさんのサイト見ながら冬物のね商品見ていきたいと思っております。秋冬なんですけど、テーマがどうも4つあるみたいでして、まず1つ目こちらですね、カジュアルテイストのフリーダムインモーション、カジュアルテイストのやつで、2つ目がニードフォーネイチャーということでアウトドア向け、そして3つ目がフォーマル向けのキュレイティドシティリビング、そして4つ目がホームテイストルームウェア的なレスト&リチャージってことなんですけど、まあ、今回は2個目のこのアウトドア向けのやつにねもうちょい注目して見ていこうかなと思っております。なんせちょっと量が多いんで、今回はアウトドア向けメインで見ていきたいなと思っております。でアウターなんですけども、このフリース、そしてウルトラワイドダウン、そしてハイブリッドダウンパーカー、この3つがねちょっと気になっております。まずこちらのマネキンチェックしときましょうか。どんな感じなのか足元からチェック。そハイカットのこちら靴ですよね、ブーツっぽいやつ。そしてこれはヒートテックのもしかしたら靴下なのかな、なんなのかな、ボルドー色なんだけどね。そして白色のボトムス、アウトドアに白色のこのボトムス持っていく感じがねかなり攻めてますよね。そして手下げのバッグと、そして上見ていきますと、これもボルドー系の T シャツなのかなとか感じ。そして寝るシャツに、さらにこちらはフリースっぽい生地で、上に着ているのがウルトラライトダウンなんですよね。まあ、ユニクロの看板と言っても過言ではないですもんな、冬の商品、ウルトラライトダウン。多分、これ折りたためたりできるんですかね。買ったことがないんで、全然わからんけど、多分これめちゃくちゃ軽くて、折りたためるんちゃうかな、みたいな感じ。しかも、ウルトラライトダウンね、なんかめちゃくちゃ種類あるみたいで、これはちゃんと、襟が立ってるやつかな。襟がついてないようなウルトラライトダウンが、なんかレディースの方とかでは発売されたりするんよね。これかな？レディースウィメンズのウルトラライトダウン。こういうですね、ウェイブキルティング。波のような縫い方になっているわけ。さらに、これ袖のところに行くにつれて、こう感覚が広がっていくようなデザイン。さらになんかこう、背面のところとか、なんかこう、腕を上げやすいような、そういう仕様にもね、なってるみたいですわ。こだわりが見られる。あとこの生地の糸なんだけど、細い糸を使ってるんで、肌当たりもめっちゃいいみたいですわ。こういう短めのショート丈っぽいやつもあるし、ロング丈のやつとかも発売されるみたいですね。このウィメンズに関しては。ウルトラライトダウン5000円前後なんかな。ちょっと今年はね、1個は買いたいなと思ってますけど。メンズのウルトラライトダウンもさ、こんな感じでウェーブのキルトになってんのがすごいおしゃれだよね。ダウンもさ、なんかいろんな種類あるけど、こう横一直線の縫い方のダウンとかもあるし、こんな感じでウェーブのやつとかもあるね。まあ、こんな感じでアウトドアとして着ていくこともできると。そしてこちらバケハを被ってるわけですね。そしてレディースも見ていきましょう。こちらは歩きやすいスニーカー。そうよね。やっぱアウトドアするときはハイヒールじゃなくて、ちゃんとスニーカーを履いてほしいわなと。で、靴下に、これはなんだろう、タイツなのかなみたいな感じ。レギンスなのかなみたいな感じ。で、シャツを腰に巻いて、ほいでからのこのダウンパーカーですわな。おそらくこれはシームレスダウンなのかな、フード付き。で、中に着てるのがニットとかね、ピンク色のニットかスウェットかなんか着てて、さらにタートルネックって、そしてニット帽っていうあったかそうな格好ですわ。しかもこれ、手袋もしてるんだね。ユニクロの手袋ってまだ見たことないや、わしは。そしてこちら3体目見てみましょう。このさ、靴が本当にね、変わってますよね。スリッポンのような、でも暖かそうな靴なんですわ。で、こちらくるぶし丈になんかこう折ってますけど、こういうズボンに、こちらフリースババーン、これね、ポケットのところ生地が切り替わってんのが、まあ、おしゃれですよね。左手に持っているのが、こちら手袋で、中に黄色のパーカー、そしてニット帽ということなんだけど、このフリースなんですけど、どうも、ファーリーフリースというものみたいなんですわ。まず、機能的な面で見てみると、内側に、風とかをちゃんと防いでくれる、そういう生地が貼ってあると。防風フィルムが入ってるっていうのはポイント高いですね。たまに入ってないやつがあるんすわ。風がビュンビュン中に入ってくるね。フリ
リースもあるんですよね。去年めちゃくちゃ本当にね、フリース流行ったんですけど、フリースといえばユニクロっていうね、看板でもあるわけですわな、ユニクロね。それが今年も発売されると。で、ファーリーフリースっていうのは、再生ペットボトル、ペットボトルを再利用して作られているということで、ね、なんかレディースのそのファーリーフリースも、再生ペットボトルを今年から使ってるみたいです。冬物のアウターはね、ダウンだとかフリースだとか、結構生地使うものが多いんで、地球のことを考えて再利用できるものを使っているということですね。素晴らしい。あと、こういうカラーのフリースも発売されます。すごいおしゃれだよね。襟のところとポケットのところ、生地が切り替わってるし、このチャック開けやすいように紐もついてたりとか、こだわりが見られますよね。しかも触ったら気持ちよさそう。ボアって感じ。ボアフリースって感じ。マネキン4点目、こちらですね。本当に森があるって感じのカラーだけど、オレンジ色の靴にボルドーのニーハイ、いや、ソックス、なんじゃろ、タイツ。で、緑色のショートパンツに、これもなんかフリースっぽいような生地のアウターなのかな。で、中にはセーターに、あとこちらマフラー。で、ハイネックのやつにニット帽ってことで、めちゃくちゃあったかそう。暑いんちゃう？これで森行った。でも森の中ってね、寒かったりするもんね。リュックも背負ってはるわ、このマネキンね。でですね、冬のアウターなんですけど、もう一個ね、注目したいのがこちら。このハイブリッドのダウンでございます。これなんか去年もね、発売されてたみたいなんですけど、ちょっとアップデートしてるんやろうか。これがね、どうもダウンなのよね。ただハイブリッドということで、これダウンさらに面も使っているということ、中綿も使っているということね。デザイン的には両サイドにポケットがついてて、こう山登りとかハイキングにもすごい便利そうなこの機能的なポケットに、さらに胸にもポケットがあり、そしてこう首元をちゃんと守ってくれるっていうやつね。しかもパーカーって感じか、フードついてんのか。平野歩夢選手と共同開発したスッキリしたシルエットが特徴のハイブリッドダウン。これが2019年のユニクロのプレスリリースだから2年前か。ダウンアウターの常識を超えるハイブリッドダウンアウターってことで、暖かさもそうなんだけど、スタイリッシュさとかいろんなところこだわっておるということですね。これ見たらわかると思うんだけど、これオレンジ色のところがダウンになってて、ここが中綿になってる。これがハイブリッドと言われるゆえんなわけですね。すべてがダウンなわけじゃないということね。その方が、機能的にいいのかな。で、2019年の時はこんな感じの色展開だったわけですね。メンズだとこんな感じ。めちゃくちゃさっきのやつと同じやな。ちょっとアップデートしたんかな。アップグレードしてるかな。これ、比べてみるとどうなんだろう。一見同じに見えるけど、2年前のやつと。これ、ちょっと気にはなるね。着てみたいね。本当にスノボのウェアって感じにも見えるね。これでスノボ滑ってても全然違和感ないぜ、マジで。あ、胸のところ、ジッパーついていない。そういうことか。ちょっとずつデザイン変えてきてんだね。これダウンコート系もあるし、パーカーってことでショート丈のやつもあるってことね。4色展開2年前はしてたわけか。今年の冬はどんなん発売するんかにょー。楽しみですね、これね。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今回はですね、アウトドア向けの Need for Nature。自然と共に生きる的な、そういうテーマの商品ご紹介したんですけど、他にもね、商品いろいろあるんで、ちょっとね、機会があればご紹介したいなと思っております。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらですね、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。